FM Naha. Your radio station.荒垣ひろこのナライブサンプラス。はい、時刻は13時を回りました。皆さんこんにちは、シンガーソングライターの荒垣ひろこです。荒垣ひろこのナライブサンプラス、今週もスタートしました。ナライブサンプラスはですね、ゲストあり、生演奏あり、音楽の話あり、音楽と関係ない話あり、幅広い内容で皆さんの月曜の昼時を彩る、音楽番組です。この番組は放送終了後 YouTube にアーカイブも上がりますので、お聞き逃しの方はそちらをご覧ください。すべて FM 那覇のサイトのトップページにリンクがありますので、 FM 那覇で検索してみてくださいね。メールもお待ちしておりますよ。宛先は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお送りください。番組ではスポンサーさんも募集しております。オリジナル CM ソングも作成いたします。ぜひぜひお気軽にお問い合わせください。というわけで、なんかちょっと画面のあれですね、今画面がずれてますね。直しますありがとうございます。今ゲストさんが画面を直してくれてます。はい、いくらじゃないですか。ナイス、はいというわけで今日も素敵なゲストをお迎えしております。はい、自己紹介ちょっとお願いしてもいいですか。はい、アニマエージェンシー所属、演劇ユニットハッシュタグの神田聖です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますしますもう流行ってんですか最近、しますって。なんですかね、なんかいろんなとこで聞くんですけど、ハッシュタグで毎週木曜日この FM 那覇さんで19時から、あの番組持たせてもらってるんですけど、ハッシュタグのブレイコーっていうタイトルで木曜日、僕らちょっとテンション高いんですよねそうですね、はい、でいつもなんかもうこの場所に座るとそのテンションになるっていう感じになってるんだと思うんですけど、ひろこさんのオープニング聞いて、死にまったりしてるなって。すいません、全然自覚なかった。いや、じゃあすいませんじゃなくてめっちゃ憧れるなと思って、ハッシュタグもこういうのをバンバン出していかないとなって反省してました。そうですかむしろハッシュタグはあれがいいんじゃないですかね。あ、もうボケ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 ですからね、ハッシュタグは確かにそれはそこはそこはそこはそうなんですよ。いない感じはありますけどね、はいはい、全員ボケボケボケですというわけで今日はですね、はい、あの劇団ユニットでいいですか、劇団ユニットハッシュタグ、演劇ユニットって言ってるんですけど、すいません、はい、そうだ演劇ユニットハッシュタグの、はい、神田聖さん、あの神田って神に田んぼで、聖が青って書いて聖、そうなんです。かっこいいですよね。この名前は本名ですか。本名ですよ。素晴らしい、はい、もう悪いことできないですねどういうことですかなんかちょっとインパクトないですか。自分で言うのもあれですけど、なんか覚えやすいですよね、うん、覚えやすい名前で本名を出して、役者業もやってるから。そうですね、もう有名になったら逃げ場がないっていう。そうですね、何やっても悪いことしたら逃げ場はない。まず有名になってから考えるべきことではありますけど、ね、はい、いやいやいや、でももうすごい活躍されてて、なんか CM とかもね、いろいろ。そうですね、気づいたら聖君が出てるみたいな。そうですね、うん、気づいたらね、そんな感じに、ね、まあ本当に前だけしか見ずに、がむしゃらにやってたんで、なんかいろんな話をいただけて、本当に自分でもびっくりする時もありますし、よっしゃ、もっとやりたいみたいな気持ちにもなりますし、今そんな感じです、はい。なんかオリオンビールとあがりゆめがねと琉球銀行って、もうなんか沖縄のなんかすごい有名企業をバンバン制覇してっていう感じです、ね、はい、CM のその制覇って何ですか。制覇って分かんないけどスタンプカードがあってみたいなそうそう、ポン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 出して次これ次これ、うん、次沖田さんぐらいにね、そうですね、
FM 那覇もスポンサー募集してますのでねそうですね、はいはい、私その募集してますって言いながらなかなか、うん、せい君はすごいなと思うのは、はいはい、あれですよね、そういうなんかプロジェクト立ち、この間も一緒にそのチラ星の歌という、はいはい、あのせい君が主催している、はい、コンサートステージがあるんですけど、はいはい、それに私もあの鍵盤弾きで参加していただいたんですけど、そうなんですよ、参加していただきまして、うん、そのね、はい、あ、その話も後でねしようと思うんですけど、そうですね、はい、ああいうプロジェクトに、うん、その企画じゃないですけど、うん、なんかこうコラボしてって、はい、県と一緒にこう応援してて、ああいうことをうまくこうプロジェクトとして成立させる、はい、その能力みたいなのがすごいなと思って、あ、なかなかできることじゃないなと思って、なんかこういうのあったら楽しいはずなみたいなので、うんうん、アイディアがまず浮かぶんですけど、うんうん、でやる理由どんなしたらやれるばみたいな、うんうん、頭なんですよ。あなんか逆算してってますね、こんな風になれたらいいなみたいな、だったら、うんうんうん、なんか僕フェーズで物事考えるんですけど、はい、第1フェーズ第2フェーズ第3フェーズって、うんうん、で第1フェーズはとにかく試作品を作って、うんうん、早めに世に出す、でもうなるほど、揉んでもらってフィードバックいっぱいもらって、うん、ザックバランな、うん、もう正直言ったらあれですけど6割でいいんですよ、うんうん、その時もう6割 でいいからもう早く出して、うんうんうん、揉まして、でそのフィードバックを受けて8、9に持っていけば、あ、次の、まあ、ある種の本当の第1回は8、うんうん、はい、しかも短いスパンでできるじゃないですか、うんうんうん、でまたフィードバックもらえば、うん、次2は簡単じゃないですか、はいはい、0から1にするまでの中で、うん、短いスパンで早く出すっていうことをするっていうのを心がけてます。で、うん、その時になんかいろんな人の意見があったら、うん、で僕あんまり何もできないんですよ、楽器も弾けないですし、なので、うん、どんなしたらいいですかってめっちゃ聞きます。そしたらその人が味方になってくれるし、うんうん、その人が直接関わってくれなくても、うんうん、あ、俺の知り合いにこんな人いるよみたいな感じになってくれるんで、はいはい、で何かその後やりますよっていう告知言ったらいいねをしてくれたりシェアしてくれたりとか、はいはい、いろいろこう広がっていってくれるんで、なるほど、もう踏み出す、とりあえずいろいろ考えずにっていうか自分の中で 100% を作ろうとしないで、はいはい、こうバッてだ、もうとりあえずもうえいってやっちゃって、はい、それがそんなにクオリティ高くないものでも、はい、ちょっとご意見いろいろいただいて、ね、ブラッシュアップみたいな、そうですね、まず既成事実を作るみたいなあの立ち上げたぞ、立ち上げたぞっていう、うん、こんなんじゃダメだろうっていろんな人に言われるとへこむ人もいると思うんですけど、うん、僕からしたらはいもっとちょうだい、はいもっとちょうだいって思ってます打たれ強い、打たれ強いです、打たれ強い、打たれ強かなどういうこと、アホなのだと思いますね、なんかもう接触不良接触不良起きてると思いますね打たれ、でも打たれたら言われたら一応へこみません、なんかへこみは しない、第3フェーズぐらいで言われたらへこみます。ああ、そっかそっか、じゃああれですね、もう一緒に作ってるぐらいの感じなんですね、批判も。そうですね、そうですね、だから自分に、うん、がへこむ必要がないってことですね。あ、そうですね、あ、それはそうよねって思って聞いてます。なるほどそれはそうですよって思ってそれは打たれ強いですね。あ、そうですか、アホアホって言うとまたね、 AHO ですかね、アホなんで英語で言ったんですか今すごいハッシュタグのノリが入ってきました、はい、ここにあと2人がねこう来たりするとす、ね、もっともっとボケの連鎖になるでしょう。そうですね、 HAH はんみたいな感じで、うん、じゃあせい君の、ね、あの役者業について聞いていきましょうかありがとうございます、ね、ナイスカット、ありがとうございますはい、私、あ、実は一回しか見たことないかもしれないせい君の舞台を、箱、四角の箱ですか、四角の 箱、はいはい、四角の箱っていう舞台を、はい、あれ何月でしたっけ、今年の
今年のですかね、2月、1月の後半から2月だったかな、うん、あ、じゃあ2月ぐらいに見に行った気がします。はい、うん、四角の箱ってあの我が町の小劇場っていう海南にある、はいはい、あの、はい、まあ、なんて言うんでしょうね、スペースがありまして、そこ小劇場ですね、小劇場ですよね、小劇場って言ってるから、言ってますからね小劇場、そう、小劇場ですね、はい、小劇場で見に行って、衝撃です、はい、はい、衝撃の衝撃場、ね、私も衝撃を受けましたよ、はい、本当に衝撃ですよね、あのいろいろセクの演技が、あれかなりなんて言うんでしょう、あの、な、多分演じててすごく辛そうだなっていうか、あの、私だったらですよ、うん、もう私はもう演技ができないということを自分で確信してるのでなんかその誰かになりきるってことができないんですよ、はいはい、でもやられちゃうんですよ、ああいうそのなんて言うんだろう、辛い境遇っていうか、多分入り込んで、そのなんて言うんだろうな、命とかがこう関わってたりとか、うん、もうどん底の気持ちにならないといけないような役で、うん、多分私なったら病院に行くだろうなって思うんですけどなんかそこのとこすごいなと思うの、やっぱそこにぐっとあの役に入り込んで、もうまるで本当にね、その人物に なったかのようにっていうか、まあ、役者さんってそういうものだと思うんですけど、それを1日に2公演3公演、そうですね、多い時は1日昼夜で2公演、昼夜やって毎日、そうですね、9日間やってたんで9回連続公演ですよね、うん、いやーなんかもうあれですよね、肺になりそうだなと思ったんです明日の上張りの明日の上肺になるなと思って、そのなんかすごい迫真の演技で、もう完全にもうあっちに行ってるっていうか、あっちに行ってるその人になってるんだと思って、なんかすごいなと思いました。すごい ありがたいお言葉です。このうまい言葉がないんですけど、まあ、プロフェッショナル、こういう演技のプロフェッショナルってこういうことなんだなと思って。あ、どうなんですかね、僕は自分のことプロフェッショナルではまだないと思ってるんですけど、プロフェッショナルのなんていうんですかね、気持ちというか、うんうん、その心構えで、うん、なりたい、近づきたいとずっとは思ってるんですけど、うんうん、なんていうんですかね、少なくともなんていうんだろうな、全力でというか、うん、まあ、嘘なんですよね、演劇って。嘘じゃないですか、うん、あ、演技だからってことですか。はいはい、ですけど、その物語がの中にいられることは僕にとっては幸せなことなんですよね、うんうん、うわ、臭いですけど、ちょっと続けてみていいですか続けてください。自分で言ってなんか臭いなとっていいですよ、そんなツッコミで。でも本当に思ってるんですよ、本当に思ってるんですけど、うんうん、何の話でしたっけその物語の人に、あ、物語の中にずっといられるっていうのは幸せなことなんですけど、うんうん、その中でなんか無意識のところと、なんか衝動とかそういう感情的っていうところがそれに該当するならば、もう一個なんかすごく意識的で、なんか全てをコントロール下に置いたみたいな、心も体も、それのちょうど中間地点ぐらいがいいなと思ってるんですよ。もう一回言ってもらっていいですか いわゆる無意識と意識の間ぐらい、うん、ぐらいがちょうどいいなと思っていて、コントロールできるけど、はいはい、それにもうなんてそれに乗っかってるというか、はいはいはい、その中に入りきって、はいはい、ーサーフィンみたいなもんですかね。ああ、なんか波の強さとか、うんうんうん、なんか感じとか、うん、コントロールできないじゃないですか、外的要素じゃないですか、はいはい、だけどそれにどの感じで乗るとか、うん、どの角度でえぐっていくみたいなのとか、うん、なんかもうコントロールしないといけないことじゃないですか、はいはい、なんかそんな感じ。あ、それが多分うまく一致しないと波には乗れてないはずなんですよ、うんうん、なんでそんな感じですね、それにどんどん流されていくみたいな、あ、無意識という波にどんどん流されていくんだけ ど、うん、体を預けてるんだけど意識はあるみたいな、うんうんうん、そのちょうど中間が
いいなと思ってますね。そういう感覚でやってるんですね。そうですね。なので面白い、なんかまあえぐい役ですけど、うん、もう引っ張られて、もう自分と役の境目が分からなくなるみたいなことは、うん、そんなない。ないんですね。まあまあなりそうだったんで今回のやつ、うん、あまりにもえぐすぎて、うん、そうならないようにしようとは強く思ってましたけどね、稽古始まる前から。ああ実際どうでした、終えて、全日程終えて。終えて、やっぱ9回公演っていうのを初だったんですよ、うんうんうん、多くて4回とか、うんね、6回とか、うん、で9回は前代未聞で、しかも出ずっぱりの役だったんで、うんうんうん、そうですね、相当体力面も精神面も結構鍛えられましたね。で、まあ、同じクオリティを保つっていう難しさとか、うんうんうん、そういうのも感じましたし、そうですね、うん、やりがいもすごく感じました。あの実際の事件をテーマに書かれた、はい、まあ、脚色を加えた戯曲だったんで、まあ、当事者というか本人、うん、モデルになった人がいるわけじゃないですか、うんうん、その人たちになんか申し訳が立たないようなものは絶対作りたくないと思ってたんで、うん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 、そこだけは強く意識してましたね、うん、の空ずっと見上げてました、あの断るごとに、うん、俺できてますかみたいな俺できてますかみたいな聞いてることを、あのお母さん役の、うん、加藤沙耶香さんという役者の方と、はい、もうその日が月がものすごく綺麗な 日があって、うん、で出来栄え的にも今のはもう本当に本当に出し切ったっていう感じの日があって、うんうん、でもう全校あの全てのシーン終わって、うん、もうあとは客電がついて終演ですっていう、はい、その直前にもう役者裏に履けてるんですよ、うんうん、で我が町ガラッと開けたらもう外なんで、うん、そうですね、野ざらしなんですよ。野ざらしっていうかもう空が見えるんですよで、うんうん、月がバーンって明るくて満月で、うん、なんかもうビタミン C みたいな色してるんですよ。お月がビタミン C みたいな、ビタミン C みたいな、ビタミン C が入ってる、なんか色、元気な色してるんですけど、うん、なんかそれ二人で見上げた時にもう汗と涙でボロボロですけど、うん、見上げた時になんか笑ってるように見えて、うん、二人で笑ってるように見えるねみたいな言って、素敵、なんか報われたみたいな感じで、うんうんうん、すごくそのシーンというかその瞬間の感情とか感覚はめっちゃ覚えてます。あ、そんなことがあったんだね。なんかあの扱ってるテーマが介護っていうか、うん、その認知症のお母さんをまあなんか40代ぐらいですか、うん、の方がかいあの男性が介護する、はい、母親と息子でずっと介護していくんだけど、その認知症の、うん、その一人では抱えきれなくなっていって、はいはい、でも人に頼れることもできずにっていうか、うんうん、みんないろいろね手を差し出してはいるんですけど、うん、なんかやっぱ自分の親だからっていうか、うん、そうですね、いろいろなんか信念とかもあって、うんうん、ね、最後はお母さんを、ね、ちょっと自分の手で殺めてしまうという、うん、愛がゆえの、そう、うん、愛がゆえのね、あの悲しいお話なんですけど、もうすごい迫真のああと思いながら見てました。ズキズキする、ズキズキですよね、うん、いやね、まあ、それは四角の箱っていう舞台だったんですけど、はいはい、あの、うんうん、劇だったんですけど、他にもいろんな作品に出られてて、はい、クリープとかもあれですよね。クリープって結構関わっ、そうですね、深く今年、去った26、7に、うんうん、第2回クリープがあったんですけど、はい、それではなくて、うん、その初演、うんうん、なので2017年の同じ時期に8月の後半頃にやった、はい、その時はライブハウスモッツ、うんうん、ライブハウスを劇場にしてしまえみたいなことでやったんですけど、うんうん、その時には、ダブル主演のうちの一人、うん、ルイっていう役を、はい、今回は戸口正人くんが演じていたんですけど、うんうん、はい、チームジャスパープラスの、うんうん、はい、役者さん戸口正人くんと同じ役をやってました、うん、今年の再演は特に何も何も、はい、関わってないです。本当ですか、はいはい、
なんかあの応援をしてました。すごい 若い役っていうね、はい、話をこの間16歳、ね、16歳ね、16歳を演じる、うん、何歳ぐらいまでが妥当だと思いますかとか言って、何歳でもいける人はいけるんですか、ね、僕演じた16歳演じたのが29だったんですよ、うんうん、1年前なんで、はいはい、今30歳なんで、うんうん、16歳29歳で演じるのは、うん、やべえなって思いましたね。やべえな、やべえなですね。なんか YABE ですね。大丈夫ですよ、大丈夫です。 YABE ですね。 YAB 待って、やべえです。やべえ。そっか、はい、もうエネルギー量がやっぱ違いますもん、うんうんうん、なんかその高校生のエネルギーってもうすぐあの、うん、触れるじゃないですか、はいはい、もうめっちゃあの地震系の針みたいな、うんうん、ババババって、うんうんうん、ですけど大人になればなるほど落ち着きが出てきちゃうんですね、はい、そういうなんかその外的刺激みたいなのに、うん、自分の心で納得するというか、うん、鈍感にさせていくみたいな、うんうん、心の、あのセンシティブさを、うん、そうあの若い時みたいにバババって動いてたら社会なんて渡り合っていけないじゃないですか、うんうん、もういろんなことが起こりすぎるし、うんうん、それに年齢に伴って責任感も増えていくし、うんうん、だから鈍感にせざるを得ないっていうある種 の, なんかこの社会適応の術みたいな術、うんうん、社交術みたいなのだと言い換えることもできると思うんですけど、高校生ってもうそんなん関係ねえみたいな、うん、俺が世界変えてやるぜぐらいの感じじゃないですか。だからその外的刺激に対していちいち反応してしまうと思うんですよ、うんうん、それを演じようと思った時にものすごいエネルギー量がいるなと思って、チューニング合わせていかないといけないから大変です、はい、だからもう常にあのあれですよ、テニスのサーブ待ちのプレイヤーみたいな感じですよ。もうかかとずっと浮いてはぁみたいな、もう全部に何々みたいな。なるほど。全部に矛先向けていくみたいな。セイ君の思うその16歳がもうまさにそういう感じだったんですか。僕の役が尖ってた役だったんで、その不良のリーダーというかそのいじめっ子というか、うん、そういう感じだった、まあ、家庭環境もそう荒れてて、うんうん、そういう風に表に出てる、まあ、ある種の SOS のサインだったりしてたんですけど、うんうん、彼にとっての、はいはい、そういうのがあったんで、うんうん、はい、そっか、役作りは大変ですね。なんか眉毛剃ったりなんかボサボサになったりしてましたよね。そうですね。役によっては眉毛全剃りとかね、なんかいろんな本当七変化をね。え、なんで笑ったんですか。あ、いやいや、あったなと思って。ね、あの日付変更戦も。そうですね。去年の、はい、っていうこれもものに出させてもらいました、はい、作品がありますか、はい、とか、いろんなのに出演されてて、東京でも出たりと。沖縄、東京行き来してます。そうですね、今、5月に栗山民也さんっていう、うんうん、新国立劇場の芸術監督でもあるんですけど、はい、この演出家さんのワークショップが沖縄でありまして、うんうん、それが縁で、うん、あのそのワークショップを主催してた、アニマエージェンシーって今所属してる事務所なんですけど、はい、そちらに所属する運びになりまして、うん、5月から、うん、ゴーヤーの日なんですけど5月8日、はい、小屋の日に所属しまして、おめでとうございます。ありがとうございます。それで、東京の仕事も、うん、いろいろオーディションを受けつつなんですけど、うん、まだ一本も東京で仕事をしてないんですよ。なのでやりたいなと思っていて、うんうん、まあ、沖縄拠点に今時々上京して、うん、まあ、挨拶回りだったり、うんうん、あのまあ、オーディションを受けたりとか、うん、そういうのをしてます。ただまだ結果はゼロ。増えていきますよ。そうですね、増えていくように皆さんお願いします。りょうくんはサポートお願いします。あ、ね、ぜひサポート応援お願いします、うん、はい、お願いします。神出せよ。はい、はい、あのりょうくんはもう東京にずっと。そうですね、りょうは去年の年末かな、うんうん、ぐらいに東京に行きまして、うん、そからハッシュタグの、ね、メンバーの3人のうちの1人、はいはい、くちりょうくんもう、うん、が沖縄にいたんだけど東京にその去年の暮れから拠点を移してるんですよね、はいはい、うん、そうなんです、うん、でいくつかもう東京でも舞台踏んでるので、うんうん、寮に負けてられんなと思ったんですけどね、なんか行ったり来たりできると楽しいですよね、はい、まあ、大変ですけどね、行ったり来たり、うん、
そうですね、うん、私も最初東京にずっと行った時は沖縄にあんまり来なかったし、うんうん、そのなんて言うんでしょうね、沖縄公園誘ってもらったらって感じなんですけど、はい、でもなかなかね、つながりが東京で始めると東京につながりができて、うん、沖縄のミュージシャン逆に知らないみたいな感じだったんで、なかなかワンマンライブもう本当に 4、5年とかぶりに やったりしてましたからね、全然来なくて、うん、で逆に沖縄に帰ってくると、まあ、東京つながりがあるからちょくちょく、まあ、呼ばれていくことが増えるっていうか、そういう状態にはなったんですけど、うん、でもやっぱりなんて言うんでしょう、沖縄を拠点にするとだん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 こう沖縄でいいかなみたいな、沖縄でいいかなっていうか、沖縄でやりたいことがあるから、あ沖縄で、うん、沖縄だからできることみたいな、そうそうそう、はいはいはい、なんかなかなか億劫になったりして、今制作、沖縄で制作したいから、いやライブ行っかなとかなって、ね、まあ気持ちがね向くときに行けたら一番いいんですけどね、うん、でも、まあ、チャンスが来たら、創作をするにあたって、うん、東京っていう場所か、うん、沖縄っていう場所、あるいは他の場所、どっちがひろこさんにとって、うん、力が発揮できる場所ですか？あー、なんか沖縄かなと思います。沖縄、あー、うん、なんでですか？なんだろう、東京に、うん、もちろん東京の刺激で、東京にいる間、そのなんていうの、街のとかいろんな人と出会うじゃないですか。で、はいはい、いろんな新しいものとか、うんうん、なんか発見とか出会いとかすごいいっぱいあって、でその刺激とか、逆にその第一線ですごい意識でやってる人もいっぱいいるわけなので、うん、その人たちに会うと刺激を受けてまた曲ができたりもするんですけど、うん、なんか私がすごく根本的に表現したいものっていうのが、なんか人から刺激をはもちろん欲しいんですけど、うん、人じゃなくて自分とか、自分がこう根付いてる地球からこうなんていうの、もらうもっと自然に近いエネルギーで、うんうんうん、なんか突き詰めて作っていきたいっていうのが、うんうん、ことに気づいて、それがこう回ってないとなんかちょっとね不健康な感じになっちゃうんですよ。だから、うんうんうん、それの循環をうまくできるような環境がいいなと思って、うんうん、思ってたんだなと沖縄に帰ってきてから気づいたんですけど、うんうん、だからもちろん東京とか大きい町、人がうわーって行き交ってるようなとことかに行かないと逆に刺激がなくて、うん、どっちも必要なんですよ、ね、うんうんうん、ただ拠点にするんだったら、このもうちょっと自分が落ち着ける自分の本来のリズムで、うんうんうん、なんか感じれるところがいいのかもなと思ったりします、うんうん、それが沖縄だけである必要はないと思うんですけど、うんうん、アイスランド大好きなんですけど、アイスランドでもいいかもしれないし、うん、ちょっと寒すぎるけど、4WD で、 4WD じゃないとね、本当に 4WD じゃないともう凍え死にますからね、うん、凍え死にますねいやいや、凍え死ぬかどうかの問題じゃなくて、なんかね、山道を登っていけ、氷で閉ざされたところを越えていけないっていうのがありますけどね、そっか、あ、そのチュラ星の話もしましょう。今日せいくん、はいはい、あとタイムリミットが迫っている。そうなんですよ、ちょっと予定がこの後ありまして、うん、はい、40分には抜けないといけないという状況なんで、無理して、はい、そういう感じにさせてもらいました。いや、本当ありがとうございます。忙しいのにね。いやいやいや。来てくださって、しかも携帯を今紛失してるっていう。そうなんですよ。なんでこれあれですよ、ひろこさん、はい。えげつないですよ。えげつないでしょうね。本当に四方八方に迷惑をばらまきますよ。うんうん、ばらまくことになるっていうことに。でも何回目よって言われてました。はいはい、もう結構なくすんですか。いや、今回はトップクラスの地獄ですね。うん、はい、灼熱地獄です。そっか、はい。もう携帯がないと連絡が取れない人がいっぱいいますし、うん、そのチュラ星じゃないですけど、うん、その何ていうんですかね、何かを回してるっていうののポジションにいたりするので、うん、それが今回ちょっと多くて、うんうん、5、6件抱えてるんですよ。やばいですね。で、じゃあもうトップからの連絡が全く来ないみたいな状態に、まあトップではないんですけどまあその
中心にいる人か中心コアメンバーみたいなのが結構5、6個あって、うん、なるほど。でかつ1個はそのバイトで入ってたりするところのものだったりとか、うんうん、お金が絡んできたり、はいはいはい、これやばいですね、はい、これやばいですねっていう感じになってます、ね、アス、まあ、それもまた人生もうマザーアースのあれパワーにマザーアースマザーアースのマザーアースアースの方ですね、アースの方ですね、もうジャーのジャーのブレスを得たいですよね、ジャー、ジャーこれ聞いてもいいんですか、やめときましょうやめときましょ う, ましょう、そのさっき冒頭にお話したんですけど、はいはい、チュラ星の歌っていう、はい、清い清いって書いてチュ、チュラ、はいはい、チュラ地球って書いて星のし、しとゴンベニテラのしって書いて歌、はい、って呼んでチュラ星の歌っていうコンサートステージをせい君がやっていて、はいはい、あれ、うん、歌詞は全部せい君が書いた、全部では6曲ありまして、はい、2曲は楽曲提供、はい、していただきました、はい、オーバーカムと、うん、チュラ島のコラよ、うんうんうん、その2曲以外の4曲については、うんうん、協力隊で僕が行った時に、うんうん、まあ、同期がいるんですよ、うん、もう世界中に、はい、もうそれこそアフリカか中南米アジア、うん、もういろんなところにいるんですけど、うん、そのつてを頼ってとっておきの写真くださいみたいな、うん、6個テーマあって、なんか愛とか道とか、うんうん、子どもの笑顔とか、はいはい、葛藤とか、うんうん、もうそういうざっくりとした大きいテーマを6つ用意して、それに合ったとっておきの写真6枚ください、うんうん、それとともにエピソードをくださいということで、うんうん、この場面でこう感じたとか、うんうんうん、そういうのを、まして、分かりやすく言うと、物乞いで少年がいて親に腕を切られたと、うん、その物乞いとして哀れみをより乞うために、うん、それを腕のない姿で足で飯を食って、うん、寄付をもらって家族を養ってるっていう感じの写真とエピソードをいただいた時とかに、うん、そういうのをたくさん合わせて、ね、歌詞を、うん、写真ありきで歌詞を書くっていうようなことを、うん、それこそ第一フェーズでやりまして、うんうんうん、でそれをもとに講演して、OB の人向けに講演を打って、うん、OB っていうのはオーバーボランティアで、まあ、OB OG ですよね、はい、協力隊 の, 青年海外協力隊のこれまで行ってきた、はいはい、うんうん、OB OG の人たちに向けて、声かけて、うん、こういう感じで流しますと、うん、ライブをしたんですか、ライブして、うん、でくださいっていう、まだ写真がいっぱい集まってきますよね、うんうん、でも大体その絶対経験してる、もう行ったから分かるんですけど、うんうんうん、その6つの設定は絶対集まる、国が変わって時代が変わると、うんうん、絶対集まるっていう自信があったんで、やったらもうみんな送ってくれて、うんうん、それをまた足して足して足してして、うんうん、今320枚ぐらいのスライドになってます。すごい。なので、うん、まあ、写真家ではないですけど、うん、現地に溶け込んで生活してるがゆえに撮れる写真とかがゆえの視点で語られるエピソードとかがたくさんあるので、うんうんうん、そういったのを、まあ、映像と歌のコンサートステージと題して、うん、そのスライドをこう流しながら流しながら、生バンドでその6曲を生バンドでやると、はいはい、やっている感じですね。で、修学旅行生向けに公演していたり、うんうん、まあ、国際とか世界とかがつくような、うんうん、お祭りフェスティバルでプログラムの一つとして演奏したり、うんうん、まあ、機材がその、まあ、バンドはもちろん機材必要なんですけど、はい、それ以外の機材がプロジェクターさえあればできるっていう状態なので、うんうん、そうですね、すごく機動力はあるコンサートステージだなと思っていて、うんうん、まあ、特に照明も必要ないですし、うん、プロジェクターありますからね、うんうん、見てもらう、その写真を見てもらうので、はいはい、バンドにこうスポットライトが当たる必要のないステージですよね。なので、まあまあ、で今後ですけど、うん、修学旅行生の、うん、例えば雨が降りました、はい、どうしましょう、あー、なるほど、みたいな時とか、うんうん、まあ、ホテルの会議室あれば我々行きますけど、うん、みたいなとか、台風がね、台風が来ちゃったとか、とか、うん、あと、まあ、夕食後に、うん、まあ、各自部屋で解散っていうよりも何かちょっとしたいねというのがあれば、うんうん、
我々全員沖縄のアーティストなんで、うんうん、まあ、30分なり公演しまして、うんうん、その後、フリートークというか、うん、キャリア教育の視点で、うんうん、どんな人生辿ったんですかみたいなこととか、うんうん、でそれこそひろこさんも行ってアイスランドの話するでもアイスランドは旅行ですけどね、はいはい、まあでもそんな話でもいいんですよ、うん、というのは僕がコンサートステージこのチュラオシの歌作った理由が、うんうん、へんてこな大人と出会う場所を作りたいと思っていて、はいはい、うんうん、で今すごく学校とかで求められてるなと思ったんですよ、うん、というのはなんか出会う大人ってすげえ限られてるって思うんですね、うんうん、まあ父母、はい、自分のお父さんお母さん、うん、まあ、親戚とかですよね。であと学校の先生塾の先生って部活動関係者、うんうん、コーチとか、友達のお父さんお母さんとかその限られたルーティーンの枠の大人なんですよ、うん、その範囲の中の、うん、その範囲外の大人って出会わないんですよ、うんうん、ですよね。なかなかですね、うん、10代で例えばですけどここの中でよしとされてる子はすごく暮らしやすいと思うんですね、うん、評価とか、はい、あの子はいい子だみたいな、うんうん、だけどそこであの子は悪い子だみたいな、もうざっくり言いますけど悪い子だってなったとしたらすごく生きづらいと思うんですよ、うんうん、評価とかが気になるし、そうですね、なんだよみたいな、うん、でなんか大人になることに希望を 持ちにくいのかなみたいな思ってて、うんうん、でも特にね僕とかはそうですけど、まあ、あの社会不適合者そうですかだと思うんですけど、まあなんかそういうこういうのもあっていいんじゃないとか、うんうん、例えばすごく苦しんでてで自分の命絶とうとしてるみたいな子がいるとしたら、うん、そんなに行きたくないところだったら、うん、場所変えてみたらみたいな、うんうん、ラオスっていう国があって、うんうん、こういう風に暮らしてて、うん、みたいな話を僕ができるじゃないですか。そうですね、うんうん、そしたらガス抜きにもなると思うし、うん、あれみたいな物事この角度からちょっと見れる、うん、柔らかさが生まれるかなと思って、うんうんうん、なんかそういう場が、まあ、1日のうち24時間ありますけど、うん、30分なり40分あってもいいんじゃねえかと思うんですよね、うん、それこそアーティストがなんかその関わっていくべきっていうか、うんうん、アーティストに しかできない関わり方なのかなと思って、うんうん、そこから始まってますね、うん、この間はあの OIC ユースっていう、うん、県がやってるプロジェクトなんですけど、はいはい、まあ、あの高校生リスグってあの、はい、志望者がいるんですね、きっと選抜されて、はいはい、であのミャンマーとラオスにこう派遣されて、うん、ではい、いろいろ体験してきて、うん、で帰ってきてそれについて、まあ、思ったこととか学んだことをプレゼンするっていうその場で、はいはい、私たちそのチラホシの歌バンドとして、うん、あのコラボしてそのステージも一緒にやらせていただいたんですけど、はい、すごいいい企画だと思いました。あのやっぱ音楽の力ってやっぱりあるし、それをなんだろうな、きっかけになるその見てる多分若い高校生とかでも、うん、海外全然行ったことない人とかも絶対いるわけだから、でこんな現状があるんだって写真も見れるし、うんうん、そのせい君がその行って帰ってきて実感して書いた詩がやっぱそこで歌われるわけじゃないですか、うんうん、イット君がもうバンってあのカタツムリのスピードにバンってあの、うん、はまったみたいに、やっぱなんて言うんだろうな、それがリンクしてちゃんと高校生とか見てる人に伝わった時にすごいエネルギー発揮するなと思って、うんうんうん、あ伝わると思ってすごく素晴らしい企画だと思いました。 ありがとうございます、ね、今後ともぜひよろしくお願いします、ね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。やった今の僕あのひろこさんにオファー出すとき、うん、使いますからね、切り取って、ひろこさんラジオで言いましたよね、うん、よろしくお願いしますって言ってますよねなんでそんなになんか外堀を埋めるみたいな一緒に やりますって言ってるのになんか絶対やりますよね。いやちょっとって言われたら、いやひろこさん言ってますよ、うん、ダメですよ、一緒にやらないとダメですよって言います。いや素晴らしいと思います、ね、国際貢献あのまあね、国際っていうか沖縄に対してもそうだしね、うんうん、そうそうそう、でもうだいぶ時間があれなので、はい、せい君もそろそろ出ないといけないの で告知をして、はい、最後告知させてもらっていいですか。はい、はい、キヒザイというタイトルで我が町の小劇場で9月22日23日に、やります、芝居をやります、そうですね、昼夜
14時19時の2回公演で会場は30分前となっております。チケット前売り2000円当日2500円、高校生以下1500円ということで、演出が戸川演劇祭で、優秀賞を取りました福永さん、はい、福永武臣さん、で作画新庄圭さん、出演が中峰優作さん、山内千草さん、上条美希さん、戸口正人くん、上田瀬 M 小池というふうになっております。ぜひぜひ見に来てください。タイトルは喜肥財です。よろしくお願いします。これはい、こんなフライヤーになっております、うん、というわけでもうあれですね、お時間ですね、はい、じゃあせいくんに、リクエストいただいた2曲をモンゴル800の小さな恋の歌と、はい、はい、もう語る時間ないですねこれについてねあと私のラカキルコのナライブさんはいもう大好きなんですよ、いただいたので2曲続けてこれからお届けしようと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ今日は数々の舞台やオリオンビルとか琉球銀行などのテレビ CM などにも出演し、あと青年絵画協力隊の院の経歴も持ち、チュラ星の歌というコンサートステージも主催している異色の俳優メガネかけた演劇ユニットのハッシュタグの、はい、上田誠さんをゲストにお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございます。いえいえ、はい、ありがとうございます。ブレイクオーもよろしくお願いします。お願いします。木曜日、イエス。はい、はい、お送りしたのはモンゴル800で小さな恋の歌、そして私荒垣弘子のナライブさんでした。はい、せいくんはもうバタバタと出て行ってしまいましたが、今日はですね、ゲストさん数々の舞台とか、あとオリオンビールとか琉球銀行、アガリエメガネもそうだな、テレビ CM などにも出演していて、なんかもうね、いっぱいいろテレビにも出てるし、あと青年絵画協力隊員の経歴を持っていて、チュラ星の歌というコンサートステージも主催している異色の俳優、演劇ユニットハッシュタグのメンバーである上田誠さんを、お迎えしてお送りしておりました。チュラ星の歌というのは清いと書いてチュラと読みます。チュラで星は地球で、歌は、詩ですね、ゴンベニテラの詩って書いて歌、チュラ星の歌って読むんですけど、これの話をせいくんから、私をもらって、それで鍵盤で弾いてくれませんかということで、この間その初めてステージに立ってきたんですけど、やっぱこの青年絵画協力隊っていうのは途上国に行って、でそこのそこの途上国と関わるわけですけど、せい君はラオスに行ってたんですね。それで実際やっぱそこに行って、でそれを踏まえてこう歌詞を書いて、でその思いを持ってスライドを作ってやるっていう、その青年絵画協力隊に実際行ってきた人たちが作ったものって、やっぱなんて言うんでしょうね、臨場感があるというか、で今回そのチュラ星の歌をやらせていただいた場っていうのが、また高校生のさっき言った、OIC ユースっていう県がやってるプロジェクトなんですけど、この高校生たちがやっぱり青年絵画協力隊じゃないですけど、その現地に行くんですよね。でラオスとミャンマーに行って、でそこでいろんなその NGO とか NPO とかなんかこう活動を見たりとか、現地のことを学んできて、でいろんな交流もして、文化交流とかもして、もうすっごい、もうなんて言うでしょう、家族みたいな付き合いで、いろんな思い出を持って帰ってくるわけですよ。で問題点とかも、なんか日本とこんなに違うんだみたいなところもいっぱい学んできて、でそれを帰ってきて、でもうそのなんて言うでしょうね、プロジェクトに関わった県の方だったり学校の方もそうだと思うんですけど、なんか旅行会社の皆さんとか、いろんなそのスタッフさんとのつながりがもうすごいもう強く絆ができてて、でその高校生たちとそのスタッフさんたちとのやり取りっていうのを最後のリハでなんか見たんですけど、もうすごいなんて言うんだろうな、熱気というかポジティブなオーラがすごく出てて、でその子たちがねすごく主体的なんですよね。もう自分のやりたいことがちゃんとはっきりしてて、ですっごい素直で、もうなんか見てるとなんか涙が出るぐらいなんか嬉しくなっちゃって、
あこの子たちがいたらあのきっと未来はすごいいいものになっていくんだろうなみたいな感動とともにその最後のねリハーサルをしてたんですけど、まあ、本番もとてもうまくいってあの発表もねなんかこう胸を打つものがありましたからね すごく素敵なプロジェクトだし、まあ、その OIC ユースっていうプロジェクトもそうなんですけどその私たちがコラボさせていただいたその美ら星の歌というせいくんのプロジェクトもすごいあのいいものだと思いますのでぜひあのなんか ここでステージやってくれませんかみたいなお話がありましたら、まあ、せいくんとか、まあ、美ら星の歌で検索していただくと Facebook ページなどが出てくると思いますのであのチェックしてみていただけると幸いです、はい、そしてあと、もう一つコンサートの告知をさせてください、配信の方こう見えるかなよいしょ反射してあ今いいですね野瀬維新という、ジャズピアニストがいます。小樽出身でニューヨークに渡りもう 20年以上24年目ですかねなりますけども、ブルーノートニューヨークブルーノートとかでもやる数少ない日本人ジャズピアニストですけども、でこの野瀬さんがですね沖縄に結構縁があって17年前からちょくちょくいらしているんですけど、あのきちんと大きいステージ、ジャズイン南城とかですね、あと桜坂劇場でもされてたかな、今回3回目になるんですけど、あのガラマンホールというギノザの、ギノザにありますガラマンホールという場所があるんですけど、そこでスタンウェイすごいあのいい音のピアノで大きなホールでドーンとやりますので、これをぜひ堪能していただきたくですね、学生無料です、完全無料、大学生まで無料なので、あのまあなんかねあのご家族で来ていただくとなんか車で一気にみんなで来れるぞみたいな感じですけど、本当バイクだとね那覇から例えばブーオーって行くの結構大変だかもしれないんですけど、まあ、これもうニューヨークで大戦で活躍しているこの音をですねぜひ沖縄の一人でも多くの皆さんに聞いていただきたいと思いますので、ぜひぜひ、足を運んでいただけると幸いです、前半は野瀬さんのソロ野瀬維新のソロピアノで、後半は、西川勲さんという沖縄の素晴らしいベーシストがおりますけど、西川勲さんとセバスティアンカプタイン、セバスティアンもねすごいんですよね、なんかブラッドメルドとか私の大好きな世界的ミュージシャンともいろいろ共演している、沖縄在住のオランダのだからオランダ出身の、セバスティアン・カプタインと西川さんと、トリオで、ガラッと前半後半違ってお届けするかと思いますので、こちらもぜひぜひ、お楽しみに。というわけで、一般前売り3000円、ギノザ村民は2500円で学生無料、19時スタート9月8日土曜日となっております。よろしくお願いします。というわけで、もうエンディングですが、今日は、この番組はですね YouTube にアーカイブ上がりますので、お聞き逃しの方ぜひぜひそちらご覧くださいね。 FM 那覇のサイトのトップページにリンクありますので、 FM 那覇で検索してみてください。メールは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお待ちしております。いろいろなんかお気軽にお問い合わせください。というわけで今日はですね、もう忙しくて途中で出られましたけども、数々の舞台やオリオンビール、琉球銀行などのテレビ CM などにも出演、そして青年海外協力隊員の経歴を持ち、チュラ星の歌というコンサートステージも主催している異色の俳優、劇団ユニットハッシュタグの神田聖さんを、ゲストにお迎えしてお送りしました。来週もまた月曜のお昼13時にお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。